皆さんこんにちは。ヤマハ大人の音楽レッスンフルート科講師の桑野千尋です。今回はフルートの演奏をちょっとステップアップさせるフルートの構え方についてお話しします。構え方はとても大切でフルートの音色にとても影響します。フルートをすでに演奏されている皆さんはご存知だと思いますが、フルートの構え方といえば三点四肢ですよね。三点四肢のまず確認をしていきたいと思います。三点四肢は右手の親指で楽器を前に押し出します。そしてテコの原理で左手の付け根、人差し指の付け根ですねを手前に引いて、支えられる、お互いに支えられることで歌口に圧力がかかり、しっかりと唇に当たられて楽器を演奏することができます。はい、では三点四肢の構えができていない時の演奏をしてみたいと思います。このように構えができていないと、息を入れた時に楽器が安定しないので少しかすれたような音が出たと思います。ではしっかりと三点四肢を構えて演奏してみます。息を入れてもガタガタしないので、さっきよりもいい音が出ましたよね。それでは三点四肢のポイントを再確認してみましょう。三点四肢で特に大切なポイントは左手の人差し指の付け根の位置です。左手の人差し指の楽器に当たる場所、付け根が当たる場所、角度などが特に大切です。では近くで見てみましょう。左手の人差し指の付け根、よく皆さんは横に当ててしまいますが、そうすると先ほど演奏した時のように指が少なくなってくるとグラグラしてきます。横ではなくって骨の付け根の間にしっかりと置きます。そうすることで指が少なくなってもしっかりと支えることができます。いかがでしたか？このように左手の人差し指の位置を確認して三点四肢で安定した構え方で演奏できるようにチャレンジしてみてください。この先に興味がある方はぜひお近くのヤマハまでお問い合わせください。体験レッスンでお待ちしております。